あの地にイギリス人を行かせてはならん。もし呪われた力を解き放ったら。急いで奴らを追わないと。そうだ。だが相手は大部隊、正攻法では勝ち目がない。今晩は休め。明日谷に入ったところを奇襲する。夜明けに立つ。お、また馬に乗せてもらえるんですか。ありがとうございます。輸送隊までついてこい。こっちだ。了解。あ、ダッシュできる。ああ、ある程度馬使える。あ、すげえなこのゲーム。凝ってんな。嬉しい。離れるな、近くにいろ。はーい。まあ、部族の長でも、まあ、リーダーでも何でもいいんですけど、どうやったらなるんですかね。どうやったらなるっていうか、やっぱ自覚なのかな。リーダーにサリーム、まだ先なのか。あともう少しだ。なるって言ったら、その立場が人を変えるみたいになるんですかね。これあんまり離れすぎると多分怒られるんだろうな。すっげえ怒られるんだろうな。油断するな。いたぞ。輸送隊はこのすぐ下だ。おい、急がないと。あっち、こっち。奴ら遠すぎる。撃っても届かない。まだ狙ってないよ。後ろにも目ついてんな。ニュータイプかな。ロケットはさ、この前の。ここは近道だ。離れるな。はい。ジャンプはできないですね。砂漠とか、まあ、じゃあ馬とかも多分これ全部モデルというか、そ、現地調査とか行って。頑張れ、あともう少しだ。行くぞ。頑張るのは馬だよ。ごめんな馬。お名前は何て言うんだ。急げ、今がチャンスだ。行くぞ。はい。グレネードは？レイト、トラックに乗れ。こいつらを倒すんだ。ちょ、何言ってんですか。乗れってよ。ありがとね、お馬さん。え？その馬に俺乗れんの？うっそー、そんなバカな。サリーは多分先頭の車だ。お、誰に撃たれてんの？あぶねえ。ごめん、俺は誰に撃たれてんのこれ。てかさ、これ車に乗る必要ないんだよね。車を運転できないんだったら車に乗る必要がないわけで。ああ、ヒャッハーがいたのか。止まれってか、あんまり 前出すぎると。ああ、すっげえな。面白いんだけどさ、すーげえ難しい。これはすごいな。これはあれだな、トゥームレイダーでもやっぱりなかった演出だよね。まあ、バイクに乗ってね、暴れ回るっていうのはありましたけど、あ、面白いな。凝ってんな。サリーは多分戦闘中だ。一人だろうな、M9 マスター。別にそんな当てれば誰だって、あの、当たるんだよな、こんなの。当たってくれない。戦闘の車を探せ。戦闘がどうとかじゃねえんだよな。とりあえずこの普通の戦いに勝たないとゲームにならねえんだよ。やめろー。遮蔽物。車というの遮蔽物。乗ってくれ。危ない。あー、間に合わない。なるほどね。ちょっと待ってくれ。間に合わねえ。はい、乗ります。乗れたのかね、今。はい、ロケット。隠れて。はい、ロケット。ありがとう。はい、もう一個。はい、飛びます。ごめんね、馬。よし、いいぞ。ノリノリかよ。
ちょ待って、バイクとかバイクとかじゃなくて、敵が強すぎて。お前、指示飛ばしてくれるのはさ、ありがたいんだけどさ、もうちょっと戦ってくれよ。てかさ、待って、あのさ、味方、お付きの人たちは？事故った。ふう。行くぞ。こっちに手を貸せ。ありがとう。こうアブドゥルじゃねえ、あの、なんだ。やべ、狙ってきてる。当てな、うん、今だ、お前止め止め。おお、ありがとう。そんなサポートまでしてくれる。お、大間さんがちょっと賢すぎるな。賢すぎてちょっと辛いな。こんな危ないとこに、あの、連れてこさせてしまって。馬だってね、好き好んで。こんなとこね、痛くないだろうに。悪いな、馬。あー、厳しいか。リロードが遅い。弾が切れた。リロードをさせてくれ。うわー、19発。ん？あ、後ろにも ようやくお付きの人らしき人がいる。まったく、今までどこに行ってたんだ。どこにいるんだ。これタイヤとか壊せないのかな。お馬さんいる？後ろに。ごめんよ馬、もう少し力を貸してくれ。なんて優秀な子なんだ。本当に申し訳ないぜ。さあ行こう。どこにいるんだサリーは。追いつけない。壊せるわけではないのか。うわボシュートです。生きてたか。待ちきしろ、手が滑っちまうぞ。頑張れ、待ちきしろ。ああ、おーとか今行く。乗れないのか。頑張れ。ナイスタックル。これ以上また手を取れ、乗るんだ。あ、始まった。トラック2台デスマッチ、よろしくお願いします。金敵から、ほらほら、でもまた絡めてる。今さら曲げないよ、だって。おー、お、降りるかい。おっ、よう。ネイト、無事か。無事だ。だが、おい、お前が殺されるとこだった。俺は殺せないぜ。砂漠のど真ん中でよく俺を見つけたな。助けてもらった。いや、サリームだ。あ、サリバンだ。ありがとう。急がなければ奴らを都市に行かせられない。まあ、でも今は。あれの言う通りだ。あの野郎たちと何日も一緒にいたが、マーローが何を追ってるのかは分からなかった。だがお宝じゃないのは確かだ。止めないとまずい。ナイト、すぐに立つ。乗れ。やるぞ。1秒もボケットできない。それが俺たちだ。いや、サリーが思ったよりすっげー元気で、ちょっと助かったわ。安心したよ。行け、突っ込め。演出すっげーいいな。嵐の中へか。お前何を言ってるか分かってんのか。私を信じろ。前へ進め。
ないとどこだ。サリー、サリー離れるな。サリーはどこだ。多分はぐれた。おおいおいそんなにのしのし行くもんかね。はい、じゃあ続けてやっていきます。また火を開けてやっていますので、また電源を入れ直しております。サリー待って、ちょっと輸送隊だ。下がれサリー、俺が見てくる。よし、もういいっすよ。サリーが膝立ちしてるよ。膝立ちっていうのは片膝でね、膝まずいてるよ。お前もやるんだね、と。お前が膝になるんだよ。あ、コメント、しまった。コメントいただいていたのに、なんかいろいろちゃんと書いてない。あの、紙にまた書こうかなと思ってるんですけど、あ、今年のテーマに増やそう。もう明けましておめでとうございます。言ったし、言うね。てかさ、あのさ、ね、スネークじゃねえや、ネイト、あの、口にさ、布巻きゃいい。はぁ、もう、なんなんだよ、これさ。嘘だろ。ちょっとまだまだ戦わないで、戦わないで、マジでね、本当に。頭きちゃうからさ。こんな、あのさ、こう、あ、まあ、俺ね、その砂嵐とかさ、もう、だってサリいねえもん。砂嵐のね、現場とかさ、行ったことないからわかんないけど、そんなに見えるもの？遠くから。え？ね、どうなんですかね。まあ、いや、コメントもね、ちょっとありがとうございます。怒ってないから、怒ってないけど、あ、ここからパンチできるよね。これさ、ほんと真面目にちょっとパンチ練習しないとダメなのかな？はい、あ、今さ、ネイトがさ、構えたね。それも今更って言われるかもしれないけど、考えた時に、一回ね、膝ググッと、行ったんですよ。俺がさ、ほんと初めの頃にやった、忍び道戒めっていうゲームがあるんですけど、それはね、同じような感じで、こう、ハイドインからのキル、ハイドインとか隠れてキルできるんですけど、やっぱその忍者ゲームなんで、ピキーンっていうね、剣の音が鳴るんですよ、殺せる時に。あれ、秀逸だったなっていうのを言わざるを得ないんで膝を曲げることそれ自体が合図って俺わかるかな。これだってね、下手したらほらね、お、気づかれたもん。俺ね、気づかれんじゃねえかなって思ったんだ、なんとなく。でもまあまあいいやと思ってちょっと始めてるんですけど、なんかもうやべえ。ね、なんか別にそういいかなってなんかね、何しても怒られるんだよね。なんか難しい、本当に難しい。まあ、何しても怒られるわけじゃないんだろうけど、俺が思っている以上になんかやらかすと怒られちゃうっていうのが結構あるので、すごい難しいなっていう感じですかね。これ上級とか中級で関係あんのかな。あんまりイメージできないですけどね。女頭ぶち切れた方が早くない気がするけど、ただそれやっちゃうとね、俺すっげえ怒られるんでね、ゲームに。はい、で、これのすごいのがさ、なんか、若干前にせり出ちゃう時とかがね、結構あるんだけど、それでね、怒られることとかもあるんで、すごい難しいんですよね。コメントありがとうございますって言ってんだから、コメントありがとうございますの話をした方がいいんじゃないの、あるちゃん。まあ、明けましておめでとうございますっていうのもあるし、ん？え、始まった？おっぱい始まった？大丈夫だよね。
だってここからだって見えんの？すごいね、お忙しい中で、コメントとかね、来ていただくこともあるみたいなので、あと一発か。いやーもうじゃあハイドインからのキルしないといけませんか。どうしても俺にこのゲームはどうしてもっつならやるよね。それの方がね喋れるし、まあ、年末年始逆にねこう仕事納めとか仕事始めとか関係なくてね、年末年始の方が忙しいとかってそういうねもうところもあると思うし、書き入れ時ってさ、それぞれね、職種とか業種で違うんで、まあ少しでもね、ゆっくりできる時間があるなら、ね、いいんですけど。誰だ？ちょっとどこ。おいで。なんでバレちゃったのかな？基本的になんでバレちゃったのかな。だからな、覚えゲーか。あと他のコメントもねいただいていたのが、隠れながら打ちなよっていうのは結構やってるらしいっていうか、ね、有効みたいなので。あ、てかさ、そのハンドガンも取ってくんねえかな。ネイト、あ、持ってんのか。これさ、足の速さとかも多分関係してると思うんですよね。バトルライフルとか重いやつだとやっぱ足遅くなるんで、少しでもねこうランニングできるやつの方がいいですよね。まあ、多少遠目から行っても普通に狙えるんで、それは全然いいんですけど。なんでバレちゃったのかなこれ。そのちょっと右、あ、左か、左向いてるので俺怒ったのかな、俺のことを。どこに行ったんだこれ。そう、お前の負けだ。ショットガン撃たれると人は浮くんですかね。一瞬ビクって浮くのかな。ちょっとそれも見てみたいけど、隠れながら撃つんでかなり有効というか安全にね攻撃ができるというお話いただいてるんで、まあ、そういうことになるとマシンガン系アサルトライフル系の方がいいですよね。弾持ちがいいんでそっちをどんどん狙っていった方がいいのかなと思いますが、これ逃げた方がいいかな、サリー。とかさ、こうキャンプできないですからね。基本的にキャンプ本当に安全なところがあればいいんですけど、通常我々袋だらけに会うだけなんで、ここ行き過ぎると怒られるんだよね。いるのかだって行き過ぎ両成敗みたいになっちゃうんで、両成敗じゃないの、俺だけが成敗されちゃうんで、俺だけが成敗される砂漠なんで。でこのゲーム今途中からやってるんで、20分くらいでちょっと区切りたいん。いや無理だよ。ねえネイトさ、スコープを探せ。暗視なんか赤外線とかさ、なんかあるじゃない、デジタルスコープみたいな。だってさ撃てるけどさ、この後50人くらい出てくるんでしょこれ。50人相手できねえよ。だってほんと忠和じゃないんだからさ、忠和でさえ無理だよ。槍じゃ銃に勝てない。え、何？どこまでがあれなの？あ、マップの端はちゃんとあるんだね。うん。それはいいよ。まずね、敵がね、どこにいるのかを把握できない。ああ、今当たらなかったか。ごめんよ、ちょっと、あー間に合わない。ちょっと待ってくれ、本当にさ、今何分やってんの。もう9分でしょ、あと残り10分でこのマップクリアできるかって言ったら、まあ俺はできないだろうね。はあ、どうしようかな。ちょっとこれ死んだらコメントあさるか。いただいたね、そんなにたくさんもらってるわけじゃないんでね、ちょっとパッと見てパッと返すぐらいのコメントもできるでしょう、せめて。ああ、だから鬼武者とかもね、ブラッドスティンドとかもね、見ていただいてて、で、ちゃんとクリア、
行きましたので、でもね、鬼武者ブラッドステインドと比べても、なんつうんだろう、忖度がないというか、それ以上に難しい、このゲームは。当たってんだよね、これ。当たってっけど、多分その程度しかダメージが入ってないっていうだけでしょ。あー、当たらなかった。あー、当たらない、当てらんない。よし、行こうか。あと、アンチャテッド作品がね、あといくつぐらいあるのかなと思ったんですけど、あ、ここでもできるのかな。膝曲げな、膝。あ、そう、そうなっちゃったか。2作品、3作品くらい、あとあって、外伝が2作と、あと、ナンバリングがもうあと1作くらいあって、外伝の1作がね、PS ビータで出てるみたいなんで、ある持ってないんでちょっとできないんですけど、そのうちね、移植とか、ね、コレクションとか発売されるんで、その中に入ってたりするんですかね。ちょっとそれだけのために購入するかって言ったらちょっとできないかもしれないですけど。あっ結構無理が効かないんだよな。おい、退却。おい、あー、おい、よいしょ。あー、押せるのもいいよね。あぶね。あー、これもいいかもしんないな。やってか。あー、やったけど間に合わねえ、間に合わねえ。これまっすぐ、もうまっすぐさ、当たるかどうかはもうお祈りですからね。あー、ちょっと投擲力足りない。いいや、もう。でもそこあのね、いるのは分かってんだよ、いるのは分かってんのにさ、打てない。この貧しさ、心の貧しさ、肩の貧しさ、許してくれ、一方的に許してくれ。これ昔から好きな VTuber の、あの人 VTuber なのかな、人なんですけど、割と知ってる人ね、ほんの少しでもいると嬉しいんですよね。やめろ、ふざけてる場合でね、やめろ、撃たないでくれ、俺だけ撃たせてくれ、みんなもう座っててくれ、みんな。あ、ここでやりましょう、ここで。はい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 、ここで、こう、あれ、こう、はい、こんな感じで撃てるんですか。あ、弾ねえじゃん。無限弾じゃない。サリー大丈夫？いいの？俺に行けって言ってんの？いいよ。俺が解決しようか。ね、主人公俺だからさ。やべえな、無駄打ちしちゃったな。輸送隊はまだいるはずだ。たくさんいるはずだ。嵐の中ではぐれたに違いない。行くぞ。あのね。喋っていい？この狙っている時に投擲をしようとすると、すぐ投げる。だからこの状態だと投げないんだけど、やめて狙うじゃん、押すじゃん、投げちゃうのよ。分かった、ようやく分かったよ。ありがとう、みんなありがとう、みんなのおかげだよね。お年玉だ。じゃあ弾でも食らいな。ちょっと早く出てきてくんねえから、みんな欲しがってる弾で、弾。あと38発でしょ。38発あったら2人ぐらいやれるでしょ。ああ、もうごめんなさい。もうね、ちょっと遠から打つのやめてほしいんですよね。誰だっけ、サリー、スナイパーライフル、ドラゴンスナイパー持ってきて。じゃなかったらもっと男の人呼んで。一応スナイパー系のやつあるけど、どうしよっかな。もうこれ俺はどうすればいいんだろう。よし、やっとぞ。もう頭だよな、もう頭。お祈り、頭お祈りゲー、頭お祈りゲー。そんなバカな。
その隠れて撃てるほどの、 その弾薬の余裕すらないじゃないですか、お兄さんお姉さん。で俺が結構さ、こうやってさ、結構ね、チーム戦とかになると回り込んでとかね、裏取っていけたりもすることあるけど、そこにいたね。あ、違う違う、これ、これはいい。違う、もう真面目にね、一般通行兵は頭狙って一撃狙わないとね、マジゲームにならねえんだけど。え、まず弾がさ、500発くらいないと乱射できなくない？砂漠の遺跡銃乱射事件できなくないですか？俺は多分できないと思うんだけど、なんかできるあれがあるのかな？近い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 。俺自身がロケット弾になることだ。どれがロケット弾なの？うう。トラックって何？ネタバレするのやめてもらっていいですか？ちょっと待って待って待って、やるからやる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 よ俺が。登って登って。これロケットランなんだろうな。ちょ待って待って待って、俺これロケット、ロケット、ある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 、はいはい、ロケットロケット、あーごめんなさいごめんなさい、おい、ごめんごめんよごめんよ、後ろから、ごめん、ごめん、どこだか分かんなかった。ここどこ、あのさ、このフェニックスフィールドみたいにさ、ほったらかさ、ほっぽり出されても困るんだよこのゲームで。初期位置が常にあの最初じゃないから。うるせえ、何がロケットなんだ。ほら、ちょっと待ってな、あ、ちょっと待って、ロケット弾奪って、ちょっと待ってくれ、ごめん、ロケット弾がね、なんか一発しかないと思わなかった。ごめん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 。ごめん、謝ってばかり申し訳ないけどさ、ロケット弾で一発しかないの？もう、あの、50発くれ、ロケット弾を。俺にロケット弾を50発よこせ。そしたら解決してるから、世界救ってやるよ、俺が。どうしようかな。みんな奇獣先輩でしょ多分。よいしょ。どっから撃てる？まだ大丈夫か、ネイト。悪いな。ああ、ダメだ。とりあえずアンチ。アンチっていうかさ、アンチじゃないところに急にさ、あの、置かれるの嫌なんだけど。レーザーサイト、レーザーサイトがあるうちに、ああまだダメか。ちょ待ってな、もうダメだ、もう俺覚えゲーだよこんなの。なんかもうその遮蔽物がどうとかね、安全な距離からとかね、どこ行った、やっつけたかとか、なんかそんな感じじゃないんだよな本当に。ちょっと試そうかなとはね、真面目に思ったんですけど。はいはい、トラック破壊すればいいのね。ごめん、トラックどこ。あー危ない。あのさ、一応やったんだけどさ、トラックってそこのトラックじゃなくて、奇獣先輩のトラックのこと言ってるのかな。あれかな、それくらい言わなくてもわかるでしょってこと。わかんないんすよね。もしわかったらもうちょっとね、いい人生を俺は送れたかもしれない。メイト、ロケット弾覚え。ロケット弾よりまずさ、これだよ、このレーザーサイトのグレネード弾をやっつけないと。はい、ちょっとかごめん、隠れて、ごめんね。ね、それじゃねえんだ。ロケット弾奪って、トラックを破壊しろ。ちょっと待って、ロケット弾どこで。
あ、まずいまずい。ちょちょちょ、ごめんよ、ロケット弾をちゃんと拾いたいんだ俺。ロケット弾との交流会がしたくてしょうがねえんだ俺は。ほら、あーやべえ、まあ、多分あと他にもロケット、あーやべえな、俺ロケット持ってんじゃん。ロケット弾との生活はちょっときついんだよな。で、ここにも多分ロケットの1発や2発が多分あると思うんで、どう拾ってんのロケット。あー、それそれ、危ない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 、お願いします。あー、危ない危ない、まだ生きてる、ごめんよ。どうしよっかなこれ、もう多分時間ねついにあの文字が出たよ、本当にちゃんとガチのガチでさ、あのいい加減にクリアしてもらっていいですかっていう、あのお説教されたんだけど、ゲームにこあのね、説教したいのはこっちなんだよ。あのね、簡単に言うけどね、そんなちょっとさ、100均行ってね、なんか買ってきてよとかさ、そういうレベルの話じゃねえんだよ。ごめん、あの俺ほんとさ、どうしよう。あのね、 あるじゃん、あんまり怒らないつもりなんだけどね、これはちょっと頭きちゃうな。当たってないのか今の。字面、あ、やれなかったか。あの字面とさ、このサリーのちょっとお使い行ってきて風の言葉、もうちょっとね、怒っちゃうかな。やつは終わりだ。おお、でさ、味方で、あの、戦ってくんないんだもん、だって。分かったよ、トラックは破壊するから、ちょっと待っててよ、本当に。ちょっと黙っててくんねえかな。大丈夫だよ、ロケットの一発や二発。ゲームぞ。もう一人いんのかな、先にこれやっつけない方がいいのかな、どうでもいいよね。それでもこれあれかな、ロケットを撃つタイミングがちょっと早すぎるかな。これ持っときな、これね、これ持ってこないと危ないからさ。リロードはちょっとできないね。で、あそこいるんだよね。ちょ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 、だってさ、だってあー、サリーか、なかなか厳しいですわよ、だって。あー、サリー使ってんのあれか、あのマグナム弾じゃないのか。とりあえず持って、それじゃねえもんだって持ってんのが、ほら、あっ、やめろやめろ、はあ、まずいよ、だってこれもうグレネード来たら死ぬぞ。俺のグレネードはない。ちょっとごめんごめんごめん、降りて降りて降りて、おい嘘だろ、おい、いやー、このゲームして終わりだな。